ちょっと雨が降ってきたな。桜が咲いてる。さっきライブ配信してたんですけど、白鳥いましたね。白鳥とあんな間近に接するのは、もうあれですね、相当ないですね、20年ぶりぐらいですかね。子供、小学生以下の時に白鳥と接したことはあるんですけど、それ以来ですね、あんなに近くにいたのは。さすがにちょっと触ろうとするのはやめましたけど、なんか死んだ魚をカラスが食べてるぞ。ここたまに魚がすごい死んでる時あるんですけど、大丈夫ですかね。あれ？あそこにも白鳥っぽいのいるぞ。朝はいろんなとこ白鳥いるな。ちょっと近づいて行ってみますか。救急車の音が聞こえる。完全週休2日制高知。あそこ白鳥っぽいのいるますね、あの白いやつ。これちょっとズームしてみますか。白鳥、あれ動いてるから白鳥かな。左手にはカモが鳴いてる。カモがガーガー言ってる。白鳥。ここは釣り人が結構いるんですよ。釣ってる瞬間は見たことないんですけど、まあ、白鳥もいるし、カモもいるし、魚はいるんでしょうね、なんだかの。釣れたところ見たことないんですよ。いっぱい釣り人はいるんですけど。あと、聞いた話なんですけど、私は銀座の結構高めの寿司屋に行った時に、そこの大将がですね、ここの川のこと知ってて、なんかうなぎが釣れるらしいとかね、嘘やろと思ったんですけど、ここうなぎ釣れんのみたいな、この川。まあ、いそうな雰囲気はしてるものの、うなぎ釣れんのと。で、僕もね、昔の情報を調べると、昔は釣れ、なんかうなぎいたらしいんですよ。なんで近くにうなぎ屋とかあるんですけど、今いるのかなと思いますけどね、うなぎ。ほら、ここにも白鳥いる。さっきライブ中継で2羽いましたけど、こっちにも2羽いますね。まさかさっきの2羽がここ飛んできてってわけじゃないと思うんですけど。はい、白鳥さん、おはようございます。おはようございます。なんか体食べてますね。なんか虫とかついてるんですかね、寄生虫とか。なんかめっちゃ自分の体ってパクパクしてる。はい、こんな感じですね。もうちょっとズーム、せっかくなんでズーム。首のところがなんか緑っぽいですね。なんか葉っぱとか食べてるから、葉っぱとかついてるんですか、わかんないですけど、なんか首のとこだけ。
そういえば鳥インフルエンザでなんかニワトリとかがいっぱい死んで卵が高くなってるらしいですけど、この辺こういう白鳥とか大丈夫なんですかね。まあ、でも家の近くやっぱ鳥、白鳥とかカモとか死んでるのは見たことないですけど、今んとこ。あ、ちょっと雨がひどくなってきたな。今8時32分か。家に帰ったらちょうどいいな。いろんな鳥の鳴き声が聞こえる。まあ、今日は白鳥も見れたし面白かったな。高圧電。この中に御用のお方は下記にご連絡くださいって。まあ一般人は御用ないだろうな。 JR 東日本だから、あ、これはあれか、 JR の持ち物なんだ、電力会社じゃなくて。そうなんだ。なんでこんなとこに JR 高圧電の施設作ってんだろう、謎だ。地中送電線路。なんか地中になんか埋めてるのかな。はい、あの目の前に見える踏切のとこまで行ったら今日はとりあえず動画終わりますか。いや、なんか船あるぞ、あそこ。なんだ、船あるぞ。船がある。なんでだろう、船がある。利根川が氾濫した時に備えて置いてるのかな。まあ、確かにここはあの災害マップで最大10メーター浸水するらしいんですよ。10メーターって言ったらあの電信柱ぐらいじゃないですか、高さ。まあ、そうなったらさ、まあ確かに船いるなと思いますけどね。まあ、果たして船があったところで、あの、ちゃんと浮かんでくれるのかわかんないですけど。10メーター浸水ってやばいですね。この線路、確実に、あれですよね、もう水浸かりますよね。やば。はい、もうすぐ踏切です。今日はね、東京に出社しようと思ったんですけど、雨降ってるんで、やめました。また今週には少なくても1回都内に行きたいなと思ってます。そしたらまた東京の、なんか、東京来たよっていう動画アップしたいなと思います。まあ、ロレックスのお店もちょっと行ってみるかな。新作出たみたいな。でも売ってないか、さすがに。はい、じゃあもう踏切も過ぎたんで終わります。今日も一日よろしくお願いします。